はい、どうも、美咲です。今日は、性転換手術で有名なアテンド会社に電話していろいろ聞いてみようと思います。じゃあ早速電話で、電話して、いろいろ疑問をぶつけてみようと思います。つながるかな。めっちゃ緊張してきた。はい、あ、あ、もしもし。こんにちは。あのですね、ホームページを見て電話したんですが、あ、はい。ですね、性転換手術に関してですね、ちょっと疑問があるので、はい。あ、そうです、そうです。あ、そうなんですか。はい。いや、わからないんで教えていただけますか。はい、はい。はい。あ、わかりました。はい。はい、ありがとうございます。今大阪の方に電話したんですが、大阪のなんか、今担当者がいないので、東京の方の担当にかけてくれって言われてですね、まあ、それで今番号を教えてもらったんで、今からかけてみたいと思います。ただいま近くにおりません。ちょっと時間を置いてかけます。じゃあもう一回電話してみます。はい、じゃあ、先ほどの、電話がつながらなかったので、もう一回電話してみたいと思います。これはやばいな。こんにちは。あ、もしもし。こんにちは。ですね、性同一性障害の MTF のものですけども、SRS の手術に関してですね、つか聞きたいことがありまして、聞いても大丈夫ですか。ですね、そちらでその手術をする場合ですね、なんか条件が5つぐらいありましたよね。はい、はい。なんかその条件の中で、少なくとも1年以上、新しい性での生活の実績があるって書いてあるんですけど、これはどういうふうに立証っていうか、その確かめたらいいんですか。あ、そうですか。あ、はい、はい、はい。あ、はい、はい。あ、本当ですか。あ、よかった、よかった。いや、ちょっとこれがすごく引っかかってて、なんかその1年前にそういうなんか確信じゃないですけど、そのまあその女性として暮らしてるのは1年以上なんですけど、なんかその確固たる証拠とかがなかったので、これどうしようと思って、はい、はい、はい。じゃあその1年以上のホルモンの、継続使用みたいなのも特に確かめるものはないんですか。私は2006年の12月16日です。はい、はい。じゃあそのこれもその自分がいつからホルモン始めたかっていうのを、覚えててはっきり言える状態だったら大丈夫ってことですか。おお、はい、はい。なんかそのたまにですね、もう私は違うんですけど、その知り合いの方で、ホルモン一時期やってたんですけど1年ぐらいでやめて、でまた再開してまだ3ヶ月目ぐらいの方がいるんですが、その場合はどうなるんですかね。合計は1年以上なんですけど、はい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 。ああ、それは相談してみないとわからないって感じですかね。基本的に継続の1年間ですね。わかりました。わかりました。それはその、大義のヤンキー病院とかそういうところで決められてるんですか？ああ、はい、はい。わかりました。はい。で、またもうちょっと質問があって、のサイトの、申し込み連絡みたいな
クリックしたところに開かれるなんか手術の手順みたいなの書いてあるんですけど、あの14ぐらいまで、これで2番目に推薦状の取得って書いてありますよね。これあの精神科医の推薦状って書いてあるんですけども、これ必ず精神科医でないといけないですか？今あの神奈川県です。はい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 。おお、あ、本当ですか。よかったよかった。そうか。でもしそのそちらでですね、あの性転換までのそのアテンドじゃないですけど、お願いをする場合ってどういう感じですか？あ、ここに書いてある通りですかね。目標は今年中なんですけど、はい、申し込み用紙、あ、はいはい、今はちょっとまだ資金が用意できてないんですけれども、その状態でもいいんですか？これは何ですか？資金が貯まってから。ああ、なるほど。そうです。まあでもちょっとまだ怪しいとこなんですよ。今年中に用意、資金が用意できるかできないか怪しいとこで、自分次第なんですけど。はいはいはい、わかりました。あ、そうなんですか。はい、わかりました。やっぱりヤンヒーがおすすめですか？あ、いや、わかんないですよね。ちょっと、を取って2年ぐらいになるので、その場合だとどうなるんですか？はいはいはい。なんか、あれですよ。なんか、腸を使うやつですよね。はいはいはい。あれって、なんか聞いた話では、なんだっけ、匂いがしばらく、その、なんだろう、匂うみたいな話を聞いたことあるんですけど、あれはどうですか？で、ほとんどなくなると。あ、そうなんですか。なるほど。私もそれでやろうかな。わかりました。はい、じゃあまた、はい、いや、こちらこそありがとうございました。やったぞ、これは。今聞いた話によるとですね、まあ、とある会社なんですけど、アテンド会社ですね、多分国内で一番有名な。で、そこの1年以上新しい性での生活の実績がある場合っていうのが条件の一つと、もう一つがその1年以上のホルモンの継続みたいなこと書いてあって、まず一つ目ですね、この1年以上の、新しい性での生活っていうのは、これはその、なんかその、自己申告らしくて、確かめる方法っていうのはあまりないらしいんですが、その、なんだろう、もう、やっぱ実際に1年以上やってる人だったら大丈夫だと思います。あと自己申告なんで、もしかしたら8ヶ月とかでも大丈夫かもしれない。まあ、機会とは分けてはないですが、なんでこれが1年以上かっていうと、まあ、その、性別を変更するっていうことなので、まあ、その中途半端にね、1ヶ月とか2ヶ月とか、普段は女装でやってますみたいな、だからその、女性のファッションが好きで女装してますみたいな感じの人にやられると、まあ、困るわけだということですね。だからその、新しい性、つまり日常生活全部を女性として生きるのを、まあ、大体目安として1年以上。の、生活をしている人じゃないとダメですよっていうことですね。だから1年間女性として生きてみて何も違和感がなかった、むしろ良かったっていう人がやってくださいよってことですね。だからまあはっきり1年じゃなくてもいいみたいだし、なんか、改名のなんか申請みたいになんか メールでなんか名前があれとかそういうのはいらないらしくて、まあ、自己申告ということですね。で、あと、次の1年以上のホルモンの継続の場合なんですけれども、まあ1年以上やってる、その自分がいつから女性ホルモンを始めたのかっていうのを覚えていれば大丈夫ですね。だから私の場合はさっき、2006年の、12月16日と言ったんですけれども、まあ、そういうふうに自分が、いつから、女性ホルモンを始めているのかを、覚えていれば大丈夫なそうです。で、ちょっと聞いたんですけど、まあ、例えば2年間継続したとして、一旦やめて、で、また再開したっていう人がいたとしたら、その、やめてた時期によるんですけど、それが5年とか10年になると、まあ、振り出しに戻るみたいな感じなんですけど、多分、1ヶ月、2ヶ月とかだったら多分、1ヶ月、2ヶ月、半年とかだったら多分大丈夫だと思うんで、ただ1年やって、半年間が空いて、で、またその半年後に1ヶ月
女性ホルモンを続けたとしたら、まあ、トータルで考えると1年以上なんで、まあ、それでも多分 OK だと思います。これはの、詳しくは病院っていうかそのアテンド会社と相談して決めてください。で、あの SRS、性転換手術、性別最適合手術ですね、これの費用はですね、今パッと調べたら大体130万から150万、60万ぐらいですね。はい。で、あの、推薦状、精神科の推薦状ってあるんですよ、条件でね。その SRS、性転換手術の条件として、精神科医の推薦状が必要になりますと。この推薦状っていうのは、まあ、例えばジェンダークリニックとかからそういうのが書いてもらえればいいんですけど、私持ってないんですよ、そういうの。てか私診断書もらってないんですよ。もらったけどなくしたんですよね。GID のね。まあどうでもいいやとか思ってね。それで、精神科医の推薦状が必要っていうのは、例えばその、なんですか、今言われたことだと、その、なんだっけ、なんだったっけ。その、アテンド会社と契約してる精神科の病院に行って、そこで1、2回通って、まあ、GID ですよ、大丈夫ですよ、みたいな診断が下りれば、それで大丈夫らしいんですよ。だから、その、今から全クリに通って、うわ、やばい、1年以上待たないといけないとか、そういうことはしなくていいみたいですね。よし。はい。で、まあ、ちょっと全然関係ない話なんですけど、手術、の方法でですね、反転法、まあ、有名なのが反転法っていうのと、もう一個が、S 字結腸を使うやつがあるんですけども、この2種類ありますね。反転法と、結腸を使うやつ。で、その結腸を使うのは、費用がだいぶ高いんです。150万、160万して。で、その噂によると、なんだ、臭いという噂を聞いてたんですね。で、その臭いからどうなんだろうっていうことを、私はずっと心配してたんですね。なんでかっていうと、反転法はその X の長さがね、X の長さが足りない人とか、X を取って、1年2年3年ぐらい経ってる人はその皮が縮むんですよね、キュッと。で、縮むから反転法をするとこう足りなくなると、皮がね。だからやむを得ず結腸を使わないといけないみたいな話だったんですけど、その実際今話した人がその反転法じゃなくてその結腸を使って手術した人らしいんですが、その人の話によると、匂いはその期間を乗り越えると、だいぶ収まると、まあ、臭いのは収まるよということです。まあ、匂いはほとんどなくなると言っていいんじゃないでしょうかということと、あとその何ですか、噂によれば普段からいっぱい〇〇が出て、その、ナプキンを常に使っとかないといけないんじゃないのかなっていう噂があるみたいですが、実際そういうことはなくて、そういう行為の時にちょっと出てくるということらしいです。だから、その人曰く、私はそっち、反転法じゃなくて、結腸の方でよかったかな、みたいな話はしてました。はい。こんな感じです。あ、でもう一つ、SRS、性転換手術する場合に、お金がある程度貯まってから電話をすると、そこから数ヶ月かかるので、2ヶ月。まあ、早い人でも半年かもしれない、もしかしたら。だから、ですね、もし、お金がこの先入る見込みがあるのなら、もし会社員とかだったら、何月何日に、まあ、今単純計算、虎の狸の皮残用をしたら、まあ、半年後には貯まるぞ、と。っていう場合は、まあ、その見込みを持って申し込みした方がいいらしいです。半年後に溜まってからやると、またそこから数ヶ月待たないといけないので、そうじゃなくて、早めに連絡くださいということですね。で、事前の頭金としては、その性転換費用の 20% ですね。まあ、ただ、反転法だったら、0.2%。26万円ですね。26万円を頭金に納めて、で、その残りの、
80% か、残りの 80% は、その手術が終わって2週間以内に納めてくれればいいよみたいな話はしてました。それまでになんとかお金用意しようねっていうことでしょうかね。うん、そんな感じです。はい、じゃあこの辺で終わる。